こんにちは、笹優です。今日は JLPT-N5 漢字テスト時間をしましょう。1番、6時に起きます。答えは B です。2番、ドアと机の間にあります。答えは C です。3番、半分。答えは A です。4番、使い方がわかりません。答えは D です。5番、今何時ですか？答えは B です。6番、今朝何も食べませんでした。答えは C です。7番、時計を買いました。答えは D です。8番、時間がありません。答えは A です。9番、あの方はどなたですか？答えは C です。10番、今週アメリカへ行きます。答えは A です。お疲れ様でした。何問できましたか？よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。